本田です。今回は iPhone 8と iPhone 13を比較してどのくらい性能が違うかというのを皆さんにお見せしたいと思います。ちなみにどちらも中古の iPhone です。 iPhone を好んで使っているっていう方の中に片手で操作しやすいサイズなんで、こちらのホームボタンに愛着があるっていう方も多いかと思います。楽天市場に出店しているフューズドテックが運営するみんなのスマホでも iPhone 人気ランキング第2位になっているのがこちらの iPhone 8です。そんなサブ機としてこの1台とお手頃価格で、なおかつ最新の iOS に対応している機種を考えている方、そしてまもなく iPhone 14が発売されるし、1個前の機種が安くなるであろうと iPhone 13に乗り換えを考えている方に少しでも参考になってくれたら嬉しいです。ぜひ最後まで見ていってください。はい、簡単に2つの機種の違いをいくつかご紹介します。はい、では画角変えさせていただきました。ちょっと傷つかないように布を引かせていただいています。そして念のためこちらが iPhone 8、そしてこちらが iPhone 13になります。ではまず認証について、 iPhone 8はホームボタンありの指紋認証となります。代わって iPhone 13はホームボタンがなしの顔認証となります。そしてサイズ感も変わります。 iPhone 8は 4.7 インチに比べ13は 6.1 インチです。私が今手に持った感じでも伝わるかなとは思うんですが、だいぶサイズ感変わるんではないでしょうか。 iPhone 8は、なんとか片手でも操作できるようなサイズ感になっていて、13だとちょっと上の方が押しづらいかなっていうのがあります。そして iPhone 13ホームボタンがなくフル画面になっています。ホームボタンに慣れていた方は初めは少し馴染めないかもしれませんね。ただフル画面だとゲームや動画をより大画面で楽しめるのではないでしょうか。次に重さです。 iPhone 8は 148g、 13は 173g と 25g 増しです。重さの違いについて実際に皆さん持ってみないと伝わりづらい部分あるかと思うんですが、今こう私が実際に持ってみてずっしり重いっていう感じはそこまでしないですね。はい、で最後にバッテリー持ち、アップルサイトを参考にしてみると、ビデオ再生の最大時間が8は13時間、それに比べて13は19時間、なんと6時間の差があります。これは結構大きいかなと思います。また iPhone 8は2017年9月発売ということもあり、発売から長期時間が経過しているため最新機種と比べるとやはりバッテリーの減りの速さを感じるかと思います。そんな感じでどちらの機種も人それぞれ使い方や重要視する部分が違うかと思うので、ちょっとメリットデメリットについては省略させていただきます。はい、ではここからは2機種を比較していきましょう。アプリなどを同時に立ち上げて起動までにどれくらい時間がかかるかなどを比較していきたいと思います。ではまずは起動確認ですね。起動までどれくらいの時間を要するか確認していきましょう。まず一度ちょっと電源を切って、でそこからスタートをさせていただきます。はい、準備ができました。では同時に電源を入れていきます。せーの、アップルマークが出たら起動スタートですね。はい、出ました。あ、 iPhone 13の方が早かったですね。でも8もそこまで差がなく立ち上がりまでスムーズだったんじゃないでしょうか。では次の検証に入っていく前に、それぞれ端末がどんな状態なのかお伝えしておきます。まず、どちらも初期状態、そしてバージョンについては最新の状態にアップデートしておいてありますので、はい、現在 iOS15.6.1 最新になっております。そしてこちらの iPhone 中古となっております。参考までにバッテリーの最大容量もお伝えしておきます。iPhone 8は 95%、 そして13は現在 99% になります。そして最後に履歴はない状態で行います。はい、ないですね。そして今回比較していく内容をご紹介します。まず App Store、 そして Chrome、 YouTube、 Twitter、 ゲ
ゲームに関しては2つインストールいたしました。私すいません、ゲーム全然詳しくなくて、人気ランキングに入っているものを選ばせていただきました。1つがクアンタム巻き、もう1つがワンピースのバウンティですね。最後にアイムービーを比較していければと思います。ではまずアップストアから、同時起動からスタートします。せーの、断然13の方が立ち上がり早かったですね。ではちょっとスクロールもして確認していきます。どうでしょう、 iPhone8 が若干読み込みの動作が入るかなと思います。でもスムーズですね。あと別のページも開いてみますね。せーの、これも若干 iPhone13 の方が早かったですね。こちらもスクロールは、はい、スムーズですね。では次、Chrome。こちらでは先ほど同様、立ち上げからスクロール、読み込みなども見ていきます。せーの、はい。あ、こちらも13の方がやはり早いですね。ちょっと検索かけていきますね。はい、準備完了です。入力しててちょっと思ったことが、iPhone 13は画面も大きく、入力する際のこのキーパッドっていうんですかね、もう大きいので、入力しやすいなっていうのがあったんですけど、比べたら8の方はやはりまあコンパクトになっているので、キーボードを打つ部分もちょっと小さいかなっていうのが個人的な意見ですが、感覚としてありました。で、今ひらがな字だったのであれなんですが、アルファベットこちらですね、こちらの入力画面でいくと結構女性の指でも小さいかなって思います。最近大画面のスマホばかりが多いので、それに慣れてるっていうのももしかしたらあるかもしれないですが、ちょっと入力しててと思いました。では検索かけます。せーの、これはもう同時ですね。ではちょっとまたスクロールしてみます。そうですね、読み込みもこちら8もなかなかサクサクではないでしょうか。はい、では次サイト開いて見てみましょう。せーの、あ、こっちだ。あ、8の方がなんか早かった気がします。いいですね。ちょっと下の方の画像の読み込みを見てみましょう。これもほぼそうですね、8も遅くなく一緒ですね。ちょっと別ページも確認しましょう。せーの、画像表示がちょっと13のが早いですかね。ブラウザもほぼほぼスムーズで快適なんではないでしょうか。13の方が画面が大きいというのもあるので、表示される部分っていうのが8と比べると広範囲になっているので、見やすさはあるかなっていう感じです。はい、では次 YouTube。 せーの、あ、断然こちらは13ですね。これもスクロールで見ていきます。どうでしょうか、さほど差はないんじゃないでしょうか。じゃあちょっとショート動画の画面に切り替えてみてみますね。せーの、はい、あ、この切り替えもほぼ一緒ですね。はい、さほど変わりはないです。次 Twitter。 せーの、はい、開きが早かったんじゃないでしょうか。ではスクロールも見ていきましょう。読み込み具合どうですかね。はい、いいんじゃないですかね。サクサクですよ。あ、ちょっと一回読み込み入りましたね。ですがそんなにストレスを感じるようなことはなさそうです。はい、では次ゲームアプリですね。まずクアンタム巻きから試していきましょう。こちらのゲームなんですが、迫力満載の 3D 演出のゲームっていうことだったので、最新機種の13と古い機種の8で違いがちょっと分かりやすいのではないかなと思ってインストールしてみました。では立ち上げていきます。せーの、はい、お、13の画面切り替わりましたね。8も追いついてってます。どうでしょうか、やっぱりステップがいいので、あ、早いですね。ちなみにこのクアンタム巻きなんていう意味なのかなって気になって調べてみたんですが、お、他
画面切り替わってきましたね、13の方。で、調べてみたんですが、権力、兵力、影響力、あらゆる力を追い求める恐ろしい女っていう意味だそうです。そういう設定のキャラクターたちが出てくるっていうことですかね。あ、終わりました。画面、一個にしますね。はい、でもちょっと進めれるところまでどんどん進めていきます。あ、もうスタート画面ですね。画面をタップして進む。はい、せーの、はい。もう一回ですかね。よいしょ。あ、はい。ゲームスタートですかね、これで。お、パーティー早い。お、エイトも来ましたね。負けずと。一応これインストールしたとき、本体どのくらい熱くなるかなって、ちょっと比べてみたんですが、13もやはり少しは熱くなってたんですが、どちらかというと8の方が熱さは持っていました。それだけちょっと頑張ってたってことですよね。ちょっとスキップ、あ、できますね。スキップしていきましょう。はい。では、ゲームスタートになりました。今見てた感じ、8も13もそんなに遅さは変わらなかったですね。はい。では、操作していきましょう。まずじゃあ、8の方から。行きましょう。ごめんなさい、ゲーム不慣れなんでちょっと見ててイライラしちゃうかもしれないですが、普段ゲームしないんで初心者のコメントになるかもしれないんですが、ご了承ください。あ、これで映ってるんですね。これで動くと、全然サクサク動いてますね。はい、同時にこの銃も出てますし、はい、ちょっとサーティンの方もやってみましょう。動きはやっぱり8に比べるとすごい速いかもしれないです。はい、8の方がちょっと遅さあった気がしますね。とこれ使い続けていたらまた動作など差が出てくるのかもしれないんですが、今のところは8は何も問題がないですね。はい、では次のゲームはバウンティーですね。こちらやっていきたいと思います。せーの、はい。あ、もう立ち上がりましたね、サーティン。はい、エイトも立ち上がり終わりました。うん、早いですね。これも横にしてやっていきますね。せーの、うん、そうですね、切り替わりも全然そんなないですね。あ、どうでしょう、ゲーム開始の画面までは。はい、来ました。はい、僅差ですね。あ、もう同時ですね、動きは。はい、いいじゃないですか。今ちょっとやっていきましょう。こちらもじゃあ8の方から操作してみますね。はい、動きが全然問題なさそうですね。今一瞬ちょっと固まりましたね。本体も、まあ、特にゲーム起動してても今のところ厚さはないですね。はい、ちょっとじゃあ13の方。うん、やっぱ大画面なんでやりやすいですね。見やすい。はい、じゃあちょっと操作します。うん、そうですね、こっちのゲームの方はそんなに動きの違いがない気がします。映像がちょっと8の方が荒いかなっていう気はします。タッチの反応なんかも全然8もいいですね。では次、 iMovie ですね。こちらのアプリでは動画にフィルターをかけて、まあ、簡単なんですがテキストを入れて書き出すまでの企画をしていければと思います。はい、せーの、よいしょ。あ、うん、同時ですね、立ち上がりは。ちょっと動画を読み込んで練習をしていきます。はまだ読み込んでますね。はい、ちょっと数秒遅れがありました。ではフィルターかけていきましょう。じゃあベスタで、はい、では書き出してみましょう。いきます、せーの、はい。お、13、早い。まあ、これちょっと動画の編集内容にもよって重さが変わってくるので、まあ、今回ちょっと軽かったかなっていうのはあるんですが、それでもやっぱり差はありましたね。13、断然早かったです。で、最後にカメラ機能の比較なんですが、こちらに関して動画で撮ってみたんですが、動画だとカメラ越しにまた画面で伝えるのがちょっと難しかったので、写真で比較してみましょう。では、こちら。皆さんお気づきでしょうか？私の動画でおなじみのいつも後ろにある置物です。ちょっと撮影できるものがなくてこちらになりました。すいません。比べてみるとわかりますかね？
同じ高さ距離で撮ったのですが、13は超広角なので縦横ともに8より全体が広く映ってるのが分かりますか？また13はシネマティックモードがあり、今映っている動画はそのモードで撮ったんですが、背景をぼかした状態で撮影もできます。13は高性能なカメラ機能になっています。では8と13の比較は以上となります。少しは参考になりましたでしょうか。やはり総じて iPhone13 の方が処理速度が速くストレスなく使えるのかなと思いますが、 iPhone8 も侮れません。使い方によってまだまだ活躍できます。ただ短時間での比較になるので、使い続けているとまた差が出てくるかと思うので、その点は考慮していただけると嬉しいです。 iPhone のあの機種と比較してほしい。もちろん Android も大歓迎です。このチャンネルは皆さんと一緒に作っていきたいので、リクエストがあればぜひコメント欄で教えてください。それでは本日はここまでです。ご視聴いただきありがとうございます。この動画をもっと見たいって思った人はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。